渡辺明一郎は日本のアマチュアレスリング選手、指導者。拓殖大学レスリング部創設者。広島県高田郡向原町出身。拓殖大学在学中の1938年、レスリング部を同好会として創部。1940年、同レスリング部は正式に部に昇格した。戦後は、競技、向原中学教諭に奉職。 自ら現役選手として、毎年国体の広島県チームの一員として活躍。また、向井原中学をはじめ、教え子たちが創部した広島県立向井原高校や、広島県立白木高校などを指導した。特に、向井原高校レスリング部は、戦後の広島高校レスリングを、リード、他校に、レスリング部創設を促した。 グレコローマンライトヘビー級で1964年東京オリンピックに出場した中浦明ららが教え子。1948年八田一郎を広島に招きレスリング講習会を開いた折助手を務めた渡辺らが中心となり広島県アマチュアレスリング協会を設立。1953年から30年間道理事長を務めた広島に レスリングの種をまき、育てた功労は大きい。1965年には自宅にスポーツセンターを建設し、一般のスポーツ活動に提供した。日本レスリング協会副理事長、全日本参謀連盟副会長なども務めた。1983年文部大臣表彰。ありがとうございます。